先に玉ねぎから切ります。はい、玉ねぎ、瞬速の玉ねぎ切り。玉ねぎ剥いてから切るまで早い。行くよ、みんな数えてて。レシアの玉ねぎ切り、このね、玉ねぎを瞬速で切ってやるから、それやら速攻炒めちゃうからね。すぐに切ってやる、すぐに切って、すぐに入れてやる。もうすぐに、この時間勝負だから、料理は。いくよ。ほい、半分。やばい、ちょっとでかいかもしれない。まあ大丈夫に、炒めればちっちゃくなるから、ちっちゃくなるから。はい、スタート。大丈夫、2段できてます。早くするわ、早く。急ぎ。敵いるぞ。このね、今日手を切ってしまっても、戦いの傷だと思えば、なんとでも、なります。よし。どうよ、早くない？オッケーオッケー。でっかいな、それ。ちょっと気になるな、それ。これ気になりますよ、これ。敵ね、大丈夫です。余裕です。はい。オッケー。目が痛い、目が。で、火をもうちょっと強めるや。先に玉ねぎを炒めると。でしょ。先に人参も切っとくか。一緒に入れちゃうか、もう。焼いたら一緒だもんね。一番これ言っちゃいけない。あれ。料理上手だね。まだ切ってるだけで。まだ切っとるだけで。肉は切ってるだけで褒めてくれる。なんかレシアさ、ピューラーだけ、なんかピューラーがなんか使うのがめっちゃめんどくさくてさ、もう人参とかもそのまま切っちゃうんだよね。そう、みんななんか偉いなと思って、ピューラーとか使ってる人見てると。レシアせっかちでさ、めんどくさいって思っちゃうんだよ。そう。猫がめっちゃ暴れてんだけど。愛してんだ？平気かな？遊んでるね。2匹で遊んでるわ。仲良く遊んでるわ。ちょっと大きかったかな？あ、ピーラーか、ピューラーだって。皮むかないの？皮むいたよ。人参、早いでしょ。そう、レシアちゃんの瞬速皮むき。レシアちゃん皮むきだから。実は。そう。え、めちゃくちゃ美味しそうじゃない？今ね、弱火で炒めてる。もうちょっと、中火にするか。でっけえ玉ねぎ、ごめん！え、これちっちゃくなるから。玉ねぎあ、これでっかいね。ちょっと待って、これでっかいね。え、キニ君はちっちゃい玉ねぎがいいの？ちょっと待ってね。ちっちゃくしてくるね。よいしょ。めちゃくちゃちっちゃくしてきたよ、ほら。ほら、ね。すごいっしょ、ほら。めっちゃちっちゃくしてきたからね。ミートソース、ほんとごめんね。ちょっとでかかったね。ほんとだ。ちょっと大きいね。ちょっと待って。もうちょっとちっちゃくするから、ちょっと待ってね。ごめんね。ちょっと配慮が足んなかったね。ダメだわ、こういう気配りが、下手なところが。やっぱり、あ、やべ、充電来ちゃ